せっかく家にギターって使ってないっていうから、うん、じゃあなんかせっかくだったらなんか一曲弾けるようになろうよみたいなんで、星野源さんの曲です。弾けるようになった、弾けるようになってました。これ一個一個説明するのマジ恥ずかしい恥ずかしい、ちょうど1年前の撮影なのでとても懐かしくも思いますが、あっという間だなという気持ちで今はなんだか感慨深いです。テーマもね普遍的だし世代も関係ない作品になってると思うので、まあ、この状況下だから言えることでいくとやっぱり人との触れ合いのことなんだとは思うんですけどね、うんうん、そこのあったかさがなんか今一度やっぱいいよねっていうことになればいいかなと思います、うん。これは何ですか、これは。これ何してんの、ガチャガチャのさカプセルをさ、うん、ガチャガチャのカプセルを気持ち悪いですね。いやなんかいっぱいあってガチャガチャが、うんうん、すんごいワクワクしちゃって せっかく家にギターって使ってないっていうから、うん、じゃあなんかせっかくだったらなんか一曲弾けるようになろうよみたいなんで、星野源さんの曲です。弾けるようになった、弾けるようになってました。これ一個一個説明するのマジ恥ずかしい恥ずかしい、 いや